おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂見五郎です。クレアのあゆみです。カモイのひゅうらです。よろしくお願いします。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、はい、ということで今日はですね、今日から5月です。5月の番組でございますよ。はい、5月です。ゴールデンウィークですね。はい、GW です、はい。皆さん今どこにいるんでしょうか。私は多分広島にいるはずです。はい、マテリアルに来てください。来たいけどね、来たいけどね。明日あるんですよ、広島で上映会が、はい、ございますので、広島の方ぜひですね、広島の会場に広島の、平和公園というか原爆ドームの近くに、はい、ぜひ、広島市内ですからぜひお越しいただければと、はい、広島の方は来てください。大阪の方はマテリアル来てください。そうですね、関西の人はね、はい、こっち来ていただいて、はい、と思うんですが、さあそんな、5月6日はどんな日なんでしょうか。はい、この日なんです、はい、今日はふりかけの日。ふりかけは全国内外に、広める活動を行っている、はい、国際ふりかけ協議会です、ね、すごいな。日付はふりかけの元祖とされる、うん、熊本県の薬剤師、うん、吉丸末吉氏の誕生日が1887年、うん、明治20年の5月6日であることから作られました。はい、大正時代に吉丸氏は当時の日本人のカルシウム不足を補う方法として、魚の骨を砕いてご飯にかけて食べることを考案しました。なるほど。はい、その吉丸氏の存在を知らせるとともに、はい、ふりかけという食文化の発展が目的で記念日が作られております。はい、これね、吉丸末吉ってね、検索ワードで入れるでしょ、もう一発でふりかけて、ね、もうだからふりかけといえば吉丸末吉っていうことらしいですよ。はい、僕も調べてみて初めて知りました。ね、ふりかけはもともとはね、薬剤師さんが作ったものっていうのがすごいな、すごいですよね。なんかふりかけって思い出ある？なんか俺やっぱ保育園とかの時に、お弁当にさ、はい、ふりかけがお母さんつけてくれて、はい、ふりかけかけて食べたりとかね、しました。大好きやったんよ、ほんまに卵なんかと思う、黄色いやつ。のり玉ね、のり玉美味しいのよ。うち多分僕らの時代って3色のやつなかったですか？ピンクのやつ、ね、ピンクのやつあるやん。のり玉と、で、あれなんやろ、カツオかな、カツオと、あとごま塩。ごま塩、ごま塩が絶対残るんですよ。ごま塩ね、ずっとごま塩、ごま塩残る。俺でもね、ほらあれやん、卵とそぼろと、あとピンク色のなんか、桜色みたいなやつあるやん、あれが大好きで、もうあればっかり、あればっかり食ってて俺あればっかり食ってね、もうそぼろ食べへんよって、もう全部食べなさいってめちゃ怒られてるけど、ピンクの欲しい言うて、あればっかりご飯かけて食べてる。全然栄養にならないよね、あれね。甘いっていう、ね、甘いやつ、そうそうそう、あんまり体に良くないね。かけすぎはね、味としてはいいかもしれないけどね、はい、ふりかけ皆さん、はい、今日は食べてください。はい、はい、そしてもう一個食べてほしいもの、食べてほしいもの、はい、来た、コロッケの日です。いや、来た、コロッケ。嬉しそう。コロッケ、はい、坂井ミートさん。また食べに行きますよ。はい、うん、日付は庶民の味方として親しまれているコロッケを、はい、春の行楽シーズンに家族で食べてもらいたいと願いを込めて、はいはい、まあ、コロッケですね、の語呂合わせからも来ております。はい、はい、ですね、ですね。いや、もうコロッケといえばね、はい、灯るですよ、灯るですよ。もう僕が撮影中に途中でタイトルをコロッケに変えようとしたっていう。で、いろんな人に止められて、結局灯るになったという。まんまで、まんまで。もうひょっとしたら脇田隆法がコロッケって書いてたかもしれない。脇田さんのコロッケって見てみたいかもしれない。いや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 、そうなんですよね。コロッケがね、
実はお父さんが好きな食べ物だったんだけど、うん、だからこそ娘が好きになったっていうお話がちょっと中に入ってるんですけど ね、コロッケでちょっと繋がってるし、そうそうコロッケで繋がってる、そうそうで最後みんなでコロッケを、うん、まあ、食べるシーンはないんやけど、うん、食べに帰っていくっていうところがあるというね話なので、ぜひ、見てくださいで見たらあれコロッケ食べたくなるのよ、うんうん、あの割と何人かからやっぱり言われますね、うん、あのトモロ見た後コロッケ食べたくなった、うん、坂井ミートさんにぜひ行ってください、はい、はい、ですね、ですね、はい、はい、ということでした、はい、はい、で今日のですね、このプレゼンありかなしかなんですが、今日は監督インタビューでございます、はい、はい、そしてですね今日はですねドキュメンタリー映画、はい、浜のドンっていうね、おう、あの浜ってカタカナで浜で、うん、ドンもカタカナのドン、浜のドン、あの浜っていうのは横浜のことなんですね、はい、で横浜のドンと言われている藤木さんという人がいらっしゃるんですね、で、まあ、この方は自民党員なんですよ、うん、自民党の党員で、あの公安事業の本当に一番トップの人、うん、だからものすごい票を持ってあるんですよ、すごいいろんな人を動かせる人で、うん、でなんとこの人ねすごいんです、あの菅前総理を国会に送り出した張本人、なんですがなんとこの映画ですね、うん、浜のドンが何をやったかというと、その菅前総理がもう一番強く推し進めていた IR、うん、IR あのカジノ型統合、統合リゾートね、総合型統合リゾート、うん、カジノを含むね、うん、あのIR を一番進めてた、政府の中で一番進めてた旗振り役やった菅前総理が横浜に持ってこようと思って横浜に手を挙げさせた、うん、ね、で ここでも大騒動があったんですけど、それに大反対して、で IR に手を挙げた横浜市長が任期がなくなって降りるんですよ、で次の横浜市長に菅前総理の側近を送り込んだのに、なんとこの浜のドン反対してこの側近を退けて市民から選ばれた別の市長を誕生させちゃった、その中でどういうことがあったのか、浜のドンは何を考えてその自分が送り出した菅総理に対してなんでこんな反旗を翻したのかっていう、そのドキュメンタリーなんですよ。これもよく見ますよ。でそれをね、その裏を取材されてたテレビ朝日の松原文江監督っていう方がいらっしゃって、それが30分と1時間のドキュメンタリー番組として作られたものに追加撮影を入れて映画にして、まあ、今回公開するということで。IR がやってくるこの大阪府民の方にぜひ見ていただきたいという作品になっておりまして、どんな風に思ってらっしゃるのかというところですね、松原監督に私聞いておりますのでご覧いただきたいと思います。このプレゼンありかなしかスタート。港で博打はやらせない。山下ふ頭というのは横浜全体の顔なんです。一度開いちゃった門は閉まんないんですよ。止めるときに止めないと。金に明かして恋してね、博打やって下げくらって帰られたんじゃね、ここで働いた人に申し訳ないよ。俺は命を張っても反対するから、ハードパワーと戦うつもりでいるよ。ダイヤルって自民党挙げての政策ですからね。彼が可愛がって育てたのが今の菅総理、国会にね出ていく彼を応援したの。私と菅の喧嘩なんですよ。主役は横浜市民、俺はあくまで脇役。俺も年だからね、そろそろ死に際を飾らなきゃいけねえなと。あそこは一旦ね、これはやばいなと思ったらその道歩かなきゃみっともねえよ、はい、ということで今日はですね、ドキュメンタリー映画、浜のドンの、監督でいらっしゃいます、松原文江監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この作品ですね、まあ、ドキュメンタリー映画ということなんですが、どういった内容なのか、まず監督からお話しいただいてよろしいでしょうか。はい、2年前の2019年の夏にですね、横浜市長選というのがあったんですけれども、まあ、カジノを、まあ、やるかやらないかということが問われた選挙で、ここの舞台裏がどういうことが後ろで起きてたのかというのを描いた映画です。はい、でそしてその中で、このタイトルのですね、浜のドンという、
藤木さんというね、方が出てこられて、この方が実はどんなことやってたみたいなお話がまあメインになっているということになるんですけども、これだからどういう趣旨でこの浜のドンっていう流れになったのかっていうのをちょっと教えていただければ嬉しいなと思うんですけども。はい、あの浜のドンっていうのはその横浜の地元では、まあ、とてもまあ有名というか、まあ、非常にそのまあ保守の重鎮で、まあ、地域に非常に影響のある方で、まあ、港湾の港の大親分なんですね。そうですね。ですから、まあ、ある種のそのまあ、まあ、裏の権力者というふうにまあ見られている方 で、まあ、もちろん自民党員ですし、もう根っからその保守の方なんですけれども、はい、まあ、その人が、カジノ反対ということを、まあ、明確なその、まあ、起死鮮明にしたというところがありまして、で、カジノっていうのは、まあ、自民党を挙げての、まあ、政策ですから、それに対して、まあ、市民はまあ反対の意見多かったんですけれども、でも、権力者側にいる人が反対と言ったと。で、当時っていうのは、まあ、安倍菅政権の頃でですね、まあ、なかなかそのものが言いづらい、忖度っていう、まあ、言葉が流行ったように、まあ、なんとなくそのものが、こう、特にその権力を持っている人たちに対して言えないと。物言えば唇寒しだと。霞が関も何か言えば役人は飛ばされるし、うん、まあ、自民党で言えば何かその総裁にこう批判的なことを言えば、こう役職につけてもらえないと、冷や飯食いだというような中で、その権力側にいる人が最高権力者に対して反旗を翻した、立ち向かっていったっていうのは、まあ、これはなんかこう、まあ、よくぞ、そんな行動に入っあのやったなってっていうところで、まあ、非常に注目しました。でも驚きもしましたし、当然権力者が権力に立ち向かえば返り血も普通じゃない、うん、尋常じゃない返り血を浴びる、うん、例えば事業やってますか、港の、はい、こう補助金なり、認可なりいろんな嫌がらせを受けるかもしれない、実際、まあ、うん、受けることもありましたから、はい、まあ、そういう中で立ち向かっていったっていう、そのまあ行動力、そのまあ勇気に、はい、こう動かされまして、これは撮りたいなと思って、はい、ドキュメンタリー映画にしました。はい、そうなんですよね。まあこれ2年間ですか、その要は。そうですね、はい、選挙戦まで2年間でした、うん、で、まあ、その後1年ぐらい、まあ、もう少し通ってたんですけれども、はいはい、2年間ってすごいと思うんですよね。だってこれもともとは映画としてというよりは、放送 あのドキュメンタリー番組で30分とあと1時間の番組を作ったんですけれども、はいはいはい、まあ、それの延長線上に今の映画があるんですが、そうですね、そのやっぱり始めるときは2019年にその反対を起死鮮明にして、うん、で21年が、市長選 で、はい、でその2年間あるわけですよね、はい、で当然まあ2年もあるわけですから、まあ、いろんなその飴と鞭があるわけで、うん、政権側からは、はい、で最後まで戦えるかどうか分からなかったですし、うん、まあ、政治って機能的か今日の友ですから、はい、もう何があってもおかしくないので、はい、途中でこう妥協するんじゃないかとかですね、はい、このまま戦い切れるかどうかって分からなかったですし、うん、結末もたまたま今回横浜市は IR 反対で市民と藤木さんも一緒になって力を合わせて、はい、国策をなぎ倒しましたけれども、はい、そういうこと分からなかったですね、2年前は、うんうん、だから分からない中でドキドキしながら、はい、まあ、一杯一にまみるだろうなっていうことは、まあ、あるかもしれないなと思ったんですけど、うんうん、ただ最後まで戦い切ることができるかっていうのはもう分からなかったので、ドキドキしながらどうなるんだろうと思いながら撮ってます、はいはい、ですよね。だから2年間その結果が分からない、うん、今結果分かってるからこういう話だって分かるんですけど、結果分かんない中追っかけてるのって結構大変だったんだろうなと思いつつですね、一番面白かったのは、まあまあまあこれは映画見りゃ分かる話なんであれなんですけど、藤木さんという人は実はその IR の一丁目一番地を掲げている菅さんを誕生させた人だったっていうね。いや、そうなんです、ね、そうなんです。菅さんの生みの親と言っても過言じゃない。次だった菅さんを国政に引っ張ったのは実は藤木さんっていう。いや、本当そうですね。僕は見ましたけど、はい、うん、まあ、それだけその菅さんを長きにわたって支援して、ね、支援してきた方なんですよね、はい、でそのまあ人物が、うん、菅さんがもう最高権力者になり、そこで戦うっていう、まあ、よくちょっと戦ったなっていうのが、まあ、いやだからその意味で言うとすごいなと思いました。だから僕らはやっぱりその大阪からそれを眺めてる形だったので、そう、対立候補が勝ったの、マジでっていう、うん、そこしか見えてないんですよね。それまでの過程っていうの一切見えてないですから、それがお膝元である横浜で菅さんが、うん、自分のそのね、推す候補が
倒されてるっていうのをまざまざと見せつけられて、菅さんを国政送り出した人が菅さんのその推す候補を引きずり下ろしたっていう、でしかも いわば政府の中でも IR の旗振り役だった、菅さんの候補を引きずり下ろし、かつその IR を横浜で実現させなかったっていう、ここがまあ肝といえば肝だと思うんですよね、この映画の中でのお話としては、うん、菅さんはまあ確かにその藤木さんずっと支援してきたわけですけれども、結局はやっぱりその、まあ、支援者であり、まあ、それこ その菅さんだけではなくて、非常にまあ政治的にもその、まあ、保守の本当にまあ重鎮の方なので、うん、まあ、いろんなその政治家を、まあ、特にまあ自民党を応援してきてるわけですよね、はい、で、まあ、菅さんもそのうちの一人であったと。でもその長い関係で、うん、ものすごくその、まあ、こうお互いに、近い関係ではあったんですね、はい、ところがそのやっぱ菅さんがその最高権力者になったっていうのはやっぱり大きくて、うん、で、まあ、こちらはその反対してるし世論も反対だったわけですけれども、うんうん、なんだそのそういったその市民の意見っていうのをもうことごとく分かりやすい形でその林市長っていう方が無視してたんですけども、それをまあ菅さんもこう常にその林さんとまああの官邸でまあ会ったりとか、あるいはご自身がまあ映画の中にもあるんですけど、こう連絡を取り合ってるっていうふうに言ってたぐらいで、まあそういうなんていうんですかね、もう全くこっちを無視してきたっていうことってのは大きかったんだと思うんですよね。だからもう立場が逆転したんだから、もうそんななんかこう意見を聞かなくても自分たちは選挙で勝ったんだからにしてもいいでしょっていうようなことで、非常にまあ強引になるこう政治をやってきたっていうことが、はい、まあ、市民にも怒りが溜まってたし、藤木さんもこれはおかしいんじゃないのっていうところで、うん、まあ、戦ったっていう経緯がありますね。まあ、そんな中、まあ、結果的にですね、まあ、藤木さんのね、はい、思っている方向と市民の方向が合致したから山中市長が誕生したみたいな形にはなったんだなというのは本当この映画を見ればわかるし、で僕この映画の中で特に面白かったのはカジノを作ってるカジノ設計者の人のお話っていうのがすごく衝撃的で、まあまあそうなんだろうなと思いながら聞いてたんですけど、まさかそんな椅子の素材が汗を吸うようななんかその快適な素材になるようにどうのこうのか、そんなところまでこだわってんのっていうことを教えてもらったのは非常に面白かったなと思いました。いや、まあ彼もまあリスク取って出てくださって、そうですよね、やっぱりその実際にカジノをあのアメリカで設計していて、でそれも大きなその日本を狙ってたようなカジノ事業者のこう VIP ルームとかも、はい、あのデザインしてるんですね、はい、例えばシーザーズエンターテインメントって結局は日本から出たりしましたけど、うん、そういったところ の, そのカジノフロアを設計したりとかしていて、はい、でまあビニリサイニリどうやって客を長く閉じ込めて損をさせるかっていうところをもう永遠と喋ってくれたんですよね。はい、であの今おっしゃっていただいたようなそのテーブル の,、はい、あその椅子とかテーブルとか の, その素材もそうですし、はい、その映画の中にあるんですけど、まあ、隠しカメラはどういうふうに隠し込まれていて、そのカジノ事業者は全部チェックしてるっていうね、やっぱりやってる人なのでどういうその目的を持って説教してるのかっていうのが、うん、こうよく分かって、はい、本当大阪の人に聞いて見ていただきたいなと思います。そうですね、もうまさに IR ど真ん中の場所が今大阪になろうとしてますんで、うん、あの僕もたくさんの人にこの情報を見てもらって、でその上でいろんなことを考えてほしいなって僕も思うので、うん、ぜひ大阪の方にも大阪、うん、まあ、関西の方にも見ていただきたいなと思っております。いや本当そう思います。あのやっぱカジノの中っていうのがどういうその設計になっていて何を目的にしてるのかっていうのをこう、うん、よく知ってもらえたらいいなって本当思います。そうですね、はい、では担当から一言、皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、あのこの中で、まあ、今その藤木さんとかカジノの話をしたんですけれども、でもこの映画の中で皆さんに伝わったらいいなと思うのは、もう藤木さんっていうのはもう90今年3歳なんですね。で91歳の時に最高権力者に対して、まあ、戦いを挑んだんですけれども、彼の人生っていうのは本当に古き良き保守の時代をそれをそのままこう体現したかのような人生を歩んでいるので、人を大事にしたり地域を大事にしたり、そのこの保守って一体何だったの、本当の保守って何だったんだろうなっていうところをですね、皆さんに感じ取ってもらえたら嬉しいなと思います。はい、本当にあの映画の中に全部詰まってるなと思うので、
ぜひたくさんの方に見ていただいて、その辺ね、感じていただければ嬉しいなと思いますね。はい。はい、ということで今日はですね、ドキュメンタリー映画浜のドンの、監督でいらっしゃいます、松原文江監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということになりました。ありがとうございました。はい、はい。まあ、なかなかね、政治のお話が中心だったので、うん、まあ、政治の話に詳しい人は食いついてくるだろうし、うん、詳しくない人は何の話やろうって感じかもしれないんですけど、うん、まあ、でもね、これがね、まあ、IR って まさに大阪でね、もう、もうすぐ、もう決まっちゃってることなんで、ほぼほぼ決まってることなんで、うん、じゃあこれひっくり返すのひっくり返さないのっていう話はあるんですけど、まあ、今のところ基本的にはもうひっくり返せない状態に来てますからね。でもなんで横浜でそれがひっくり返されたのか、うんうん、でさっき言ったのカジノ、ね、これがねめちゃめちゃ面白かったですね、すごいですね、うん、言われたらしいですよ、なんか監督が、あまりにもその話ばっかり入れてたら、うん、でだからこれぐらいカジノの向こうの人っていうのはどうやってその来たやつらからお金を吸い上げるか、うん、その損をさせるかっていうことしか考えてない。一回中入ったら出口が分からないように作られてる、すごいよ。だからぐる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 回ったり、何しか回ってるうちに何かスロットがあったりやらないやらとかさ、結果的にそこでお金を落とすようにできてんねん。でそれの設計をやってる人が日本人やねん。でその日本人の人が喋ってくれてるんだよ。でそのパートがあまりにも面白いから、松原監督結構長めにしててんけど、うん、背景の人からこれ何の話か分からんようになるからもうちょっと削ってって言われて削ったって言ってるんだけど、うん、まあ我々大阪の人間も、うん、IR できますからね、うん、どういうものなのかどういうことなのかっていうのをねよく分かってや受け入れないといけないなと思うんで、うん、たくさんの人に見てほしいなっていうふうに思いますね、うん、はいはい、ということで、でははい、今日は小坂部さん、はい、はい、回っております、はい、回っております、ぐるぐる回ってます、じゃあ行きます、はい、このプレゼンありかなしか判定、うまいな、相変わらず、いつもより多く回っておりますなんかちょっと綺麗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 はい、いやーダス、はい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 、なんかもう一芸みたいになってない松原監督ここ来て飲みたいって言ってた、あぜひ、はい、ぜひお待ちしておりますので、はい、お越しください、はい、お待ちしてます、そうそうそう、関西来たら来たいって言ってくれてたんで、はいはい、まあまあ丸出ましたんでね、はい、ぜひ、来ていただいてですね、一緒に飲みながら、はい、もっといろんな裏の話聞きたいですね、裏の話聞きたいいやだからね、俺もねインタビューじゃなかったらもっと聞いてると思う、多分ね、うん、あれってどうやったんですかとか、なんか聞きたいこといっぱいあるな、なんか多分政治記者って多分言えないこといっぱい知ってるはずやな、うん、うん、表には出せないこととかすんごい多分知ってあると思うんで、ぜひ、また関西来られたら、はい、マテリアルで飲みながら、いろんな話お聞かせいただきたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ次、あゆみ、はい、はい、お店のお知らせです、はい、ゴールデンウィーク中ですね、はい、今は喜劇愛妻物語上映中となっております、はい、明日までですね、明日までの上映となっておりますので、はい、ぜひ皆様お越しください、はい、泣いてちょっと、笑ってちょっと泣ける作品となっております、料金は1000円プラスワンオーダー制となっておりますので、ぜひお越しくださいませ、はい、そして8日、はい、カバの日です、カバの日、はい、カバの日です、10月までになってますんで、ね、早めにお越しいただいて、はい、何度もご覧いただきたい作品となっておりますので、よろしくお願いいたします、お時間が19時スタートになります、料金は1500円です、ぜひ皆様カバ先生に会いに来てください、はい、よろしくお願いいたします。そして5月水曜日は吉尾、はい、吉尾です、はい、吉尾です、はい、吉尾です、吉尾誕生編です、はい、10、17、24日の、水曜日になっておりますので、はい、ぜひもう今月終わりですからね、そうなんですよ、はい、ね、だからもうあとそんな回数ないですから、あと3回、はい、はい、ぜひ、見に来てください、はい、そして24日は私出張先の長崎から、飛行機で帰ってきて、そのままここへ、そのまま僕はこう
あの上映中になんかゴロゴロ言いながら来てるかもしれないですけど飛んで帰ってきますので、はい、ぜひ皆様ね、お越しください。まだね、他の回にもね、監督いらっしゃってますので、はい、ぜひ喋りに来てください、はい、よろしくお願いいたします。はい、お時間が19時30分スタートで、料金は1000円プラスワンオーダー制となっております。ぜひお越しくださいませ、はい、しよう。はい、そして傘の下です。川本貴博監督の傘の下、木曜日の定期上映となっておりまして、1500円ですね、のワンドリンク付きとなっております、うん、はい、こちら19時30分スタートになりますので、ぜひぜひ傘の下もご覧いただきたいなと思いますので、お越しくださいませ。はい、はい、そして金曜日の定期上映は鳥の子シティです。はい、まだね、次が12日で3回目となってますので、まだまだ他の方にね、はい、ご覧いただけてないと思いますので来てください、はい、よろしくお願いいたします。お時間19時20分スタートになります。こちら料金が1000円プラスワンオーダー制となっておりますので、お時間がねちょっとね変動、20分っていうちょっと中途半端な時間感になってますので、お気をつけてお越しくださいませ、はい、まあ、グッズの方もたくさんございますので、こちらの方もこれグッズ結構充実してる、めちゃめちゃグッズね、プロマイドあったりポストカードあったり、ね、台本が、ね、素晴らしいんですよ、はい、はい、なのでぜひぜひ、はい、お買い求めください、よろしくお願いいたします、はい、そして、5月の13、14が、はい、空と山と緑、はい、春となる旅路ですね、うん、もうそう、僕が言うと海を入れたくなるんですけど、海が入ってますもんね、もう海の絵やもんだって、後ろも海なんですよ、やろやろ海に行くんね、海に行くんですね、海に行くんですね、なるほどね、あ、空と山と緑が海に行く、なるなるなる、それもなんかアテンドしているのが佐藤、あ、なるほどね、そういう流れになってるね、はいはいはい、ぜひぜひ、はいはい、ご覧いただきたいなと思いますので、はい、お越しください。はい、はい、13日土曜日と14日日曜日になっております。はい、はい、そして、絆押しと無限の一歩が、15日の月曜日ですね、15日月曜日が19時30分からスタートと、5月はもう1回ございまして28日の日曜日が10時からの、上映開始となっておりますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ、本編70分に、トークが30分ついて大変お得なイベントになりますので、お越しくださいませ。料金1500円です、アンダー22が1200円となっておりますので、お越しくださいませ。そして、5月の20日21が広山カカセレクション、はい、ファーストがございます、はい、20日21がトゥルースと、ボタンの花が2本あっての広山琴葉さんのアフタートークもございます、はいはいはい、そして27、28も広山琴葉セレクションセカンドということで、こちらが今夜新宿で彼女はとリモート女子ドラマナイト用が、50分ですね、はい、それと、ラブアラート13分の作品、こちら3本立てで、はい、上映がありますので、こちらの方もお越しください。はい、以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ行きますか。はい、はい、今日のゲッター、はい、はい、今日の、はい、チョイスは、広山琴葉セレクションの中から、はい、トゥルース来ました。トゥルースです。これね、私、まあ、もちろん見ましたし、はい、なんと監督がですね、堤幸彦監督です、ね、堤幸彦監督といえばですね、はい、まあ、僕らもう一番最初に見たやつはもう継続ドラマでね、はい、やってた継続が、まあ、映画にもなりましたけど、で、トリックとかね、あとその継続のシリーズから派生して生まれたスペックシリーズも、映画3つありましたもんね、はい、大ヒットいたしました、はい、20世紀少年もそうですよね、だからもうこの堤幸彦監督がなんとこれ自主制作映画で作ってるんですよ、これがねまた面白いですよね、だからメジャーの監督なんですけど、はい、これは自主制作映画、しかも、作品としてのカウントで50作目記念作品、はい、でこれ実は僕ちょっと取材をさせていただいて、うん、この番組、まあ、番組の中では流れないかな、舞台挨拶を、はい、流させてもらって、うん、でその舞台挨拶の最後に堤監督に僕がインタビューしたやつが入ってるという、やつが、このカモンマテリアルの、リストの中で、紹介されてますんで、よかったらそれも見ていただくとなんとなく分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そこでも言ってるんですけどね、これは
コロナになって、うん、堤監督やろうと思ってたとか来てた以来の作品が飛んじゃったんですよ、うんうん、お仕事なくなったんですね、うん、で広山さんもそれから一緒に、うん、あの今回このトゥルース、うん、トゥルース基本ね3人の女優が、はい、広山小坂さんと、はい、福宮彩乃さんと河野智美さんですね、はい、3名の女優さんが、主演をしていて3人で主演で基本3人しか出てません。3人でプロデュースもされてる。そうそう、でプロデューサーを3人でやってるっていうあの作品なんですよね。でなんですけどこれもまたこの3人が寄って集まって話した時に要はコロナで彼女たちも仕事がなくなった、じゃあもう自分たちで仕事作っちゃうみたいな。そこから、うん、あのじゃあ監督も今お仕事にね手空いたんだったらやってもらえませんって言って、おいいよみたいなとこからの話なんですよね。すごい。ということで作られて、まああのロンドン国際映画祭とかでもね、はい、あのコメディ賞を、受賞したりとか。すごい今後もすごい海外の、はいはい、海外での評価すごいんですよ。で、あの女優は3人で。一人だけ俳優が出てるという、うん、ね、あの佐藤二朗さんがね、唯一登場するだけでちょっと笑ける、もうあの出落ちかぐらいの勢いで笑いますけどね、うん、はい、まあコメディ、まあ、コメディっていろいろあるんですよ、うん、そのガハガハ笑うコメディもあれば、うん、考えさせるコメディもあるし、まあこれは笑えるし考えさせられるし、いろ、うん、んなあの楽しみ方もできる作品だと思います。とにかくパワフル、パワフルですね、めちゃめちゃ3人がパワフルで、はい、大真面目にやってるのがすごくいいんですよ ね、はい、あの暴れ回ってますからね、はい、3人が、はい、掴み合いしながらも、はい、表現もすごいパワフルやし、しかもこれね3日間で撮ったんですよ。3日間、3日間、いやあのね、どこも場所変わらないですね、ずっと同じ場所、はい、同じ場所でね、ワンシチュエーションです、はい、ワンシチュエーションなんですけど、そのワンシチュエーションのシーンを3日かけて撮ってる、逆に言うと3日かけて撮ってるんだ、そっか、うん、そうそうそう、ワンシチュエーションなのに、そう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 、途中に出てくるなんかあのカットでなんか車であのなんか高速道路走ってるとか、うん、なんかそういうシーンとか出てくるけど、うん、そんなんまあ後で撮ってて、うん、もうあの部屋の中のシーンっていうのはもう3日間で、うん、ということなので、はい、かなりね見応えがあります、はい、あのワンシチュエーションってどういうことかって話なんですよね。言ったら舞台劇と一緒なんですよね、うん、だから同じ場所であの3人が出てきて3人がそれぞれ喋るんですけど、これはあの舞台ではないのでやっぱカット割りちゃんとしてますから、すんごいあの表情によったりとか、それぞれのどういうことって位置関係見せるんだらなんだらいろんなカットが含まれてるので、まあ72分なんですけど72分とか全然感じないし、はい、めちゃめちゃ面白いと思います。めちゃくちゃ面白いです、はい、うん、ラストがすごいですけどね、はい、これ言えないですけど、はい、言えない、言っちゃダメです、これ言えない、はい、はい、これどうするこれなんか一応あらすじがあるんですよね。 あらすじあります、はい、はいはい、いきますね、はい、男が死んだ、はい、葬儀の後男のアトリエに現れる3人の喪服の女、うん、私彼と付き合ってるんですけど、私もお互いに泣き叫び罵り合い殴り語り、そしてやがて女たちがたどり着く男の真実はトゥルースですね、はい、真実トゥルースです、はい、そうなんですよね、はい、だから3人ともその佐藤二朗と付き合って、うん、私は付き合ってたんだ違う私が彼女よっていうね、うん、そういうお話なんですが、さてたどり着いたところは何になるのかっていうね、はい、はい、まあ、これあの一応ヒントというか手がかりとしてだけ言っておくと、うん、この3人がそれぞれどんな職業の人なのかっていうところを着目しながら見てると面白いかなと思いますね、はいはい、これ以上は言いません、はい、言いそうになるからね、うん、これ以上言えない、言えない、ね、はい、はいはいはい、ということでございますね、はい、まあぜひ見ていただきたいですねこれはね、はいはいはい、しかも、広山琴葉の、トークがはい、あるところのに上映されてるやつですよねこれね、はい、タイミング的にね、はい、そうです、はい、なので、あの時どうだったんですか、うん、いろいろお話聞けますから、はい、ぜひぜひ来て見て広山琴葉にいろいろ質問をぶつけてみていただければなと思います、はい、20日21、はいはい、ボタンの花とキュルスやってますはい、はいはいはい、ということで今日のグッチャー
でした。はい。はい、ということで、エンディングでございます。はい、はい、まあ5月始まってしまいました。はい、でまあ、ゴールデンウィーク中ではあるんですが、だからゴールデンウィークとかあるから5月って早いのよね。あ、過ぎるのが、うん、気ついてあっという間に終わってるんちゃうかなみたいな感じなんですけども、で私あの5月割と出張が多くてですね、はい、あのこの広島から帰ってきたら今度次は長崎に行っちゃって、はい、飛び回っておりまして、はい、なので本当に今月は半月ぐらいしか大阪にいないから、まあ割とあの、その次の作品のね取材なんかも長崎でやったりとかしてますんで、はい、またその辺の情報もね、お聞かせできればなと思ってるんですけども、はい、またお待ちいただければと思いますけどね。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。